こんにちは、サードロです。今回はこちらですね、龍天祭麒麟の超級のオート周回パができましたので、今回はパーティーの紹介をしていこうかなと思います。はい。で、このパーティーに関しては、昨日考察をさせていただいてまして、まだ当時僕がマリーの75レベルとかがいなくて試すことができなかったんですけど、そういったのも含めて、今現在総戦力ランキング1位のレナスさんに協力いただいて、最終的に出来上がったパーティーになりますので、ご協力本当にありがとうございました。で、もしね、まだ、モンハンライダーズのフォロー枠空いてる方とか、総戦力ランキング1のところからフォローすることもできますので、もしよければモンハンライダーズのフレンドフォローですね、レナスさんの分もしていただけると嬉しいです。はい、じゃあ実際にやっていくんですけど、まずパーティーは2パターン今回紹介しようかなと思ってまして、まず1つ目がこちらですね。これが理想パになります。で、マリーに火災ブラキディオス、ファルサルにグラビモス、バルボールにテオテスカトル、これが理想パですね。で、大王枠マリーまして、これが編成難易度を少し落としたパーティーになるんですけど、これの場合はマリーにディノバルド、パルフェにグラビモス、バルボーレにテオテスカトルっていう風になってます。で、まずこの妥協枠のパーティーでやる場合の注意事項なんですけど、マリーに SP プラス15以上持ってほしいっていうのと、キリンを超える速さですね。僕の場合今マリーの素早さが2331なんで、これ以上まああれば確実にキリンを抜くことができますので、これ以上の数値は欲しいかなっていう感じですね。で、キリンより先に動いていただいて SP プラス15以上持っておくことで、レベル75のマリーでも2ターン目にリオバーニングクローを叩き込むことができますので、 SP プラス15をお願いします。で、理想パの方ですね。理想パの方に関しましては、マリーに火災ブラキディオスなんですけど、こちらは逆にSP プラスを減らしていただきたくて、SP プラス10でお願いします。まあ、10から15の間ですね、14まではいいんですけど、この10から14の間で調整していただくことによって、2ターン目にこちらですね、このメテオナックルボム、まあ1回しか使えないんですけど、これを打ち込むことができます。で、することで、爆破やられを付与して、で、さらに毒が次回る前に爆発をした後に2回目、てか1発目の毒ですね、リオバーニングクローを打ち込むことができますので、マリーはこの場合は SP プラス10ですね、から14の間で抑えていただいて、それ以外はもう漏れるだけ持ってもらって大丈夫です。で、速さに関してはキリンより遅くないといけないので、僕の場合2151で今遅くなってて、ブラキがもともとそんなに速くないので適当に組んでも大体大丈夫だと思うんですけど、キリンよりも遅く動くように速さは調整してもらえるといいかなと思います。で、他はファルサルとバルボーレっていう感じですね。なので、こちらの妥協枠のパーティーに関しても、パルフェの枠に関してはファルサル持ってる方はファルサルの方がもちろんいいですし、ディノバルドの枠に関しては火災ブラキの方がいいので、持ってる分はそれ分をできるだけ理想にくっつけてあげて、火災ブラキにする場合だけマリーの SP プラスは10から14にしてキリンより遅くするっていうのだけ気をつけてもらえるといいかなと思います。じゃあ実際にこの2パターンですね、両方のパーティーのオートでやってるところをお見せしようかなと思います。で、まずこちらはですね、妥協枠の方からなんですけど、これに関しては僕がパルフェの育成今見てもらって分かったと思うんですけど、信頼度とかがヘナチョコだったので、一応バサラさんに協力をファミ通さんの方ですねしていただいて、一応まあ画面動画だけもらってます。で、これちょっとブラキオルやんって思われると思うんですけど、一番左のブラキは通常のブラキになって技セットしてないので、使い方に関しましてはディノバルドと一緒ですね。でも普通にこのままオートで放置してもらえるといいんですけど、狙いとしてはマリーの毒のパーセンテージが 20% の4回抽選でかなり高いので、まあ、このパーティーの場合毒を2回狙っていきたいという感じですね。で、勝率に関してはだいたい8から9割、10回やったら1回負けるかなぐらいの勝率なのかなと思います。ほとんど勝ちます。まあバサラさんやってる感じまだ今のところ1回も負けてないって言ってるんで、実質 100% なんですけど、まあ毒が入らないともちろん負けることはあるんで、まあ体感だいたい8、9割、まあ9割ぐらいかなって感じですね。で、5ターン目に入りまして、まあ単純にヒバルは殴って、マリーは毒を狙って、で、パルフェは回復してって感じですね。で、これでやってもらって、実際まあ僕もパルフェが信頼度6の状態でやって、全然で、マリー僕信頼度8なんですけど、その状態でやって安定も、まあ大体7、8割ぐらいですかね。育成終わってない場合できたんで、それでも全然いいとは思うんですけど、まあ育成ができてるとこんな感じになるよって感じですね。で、HP 見ていただきたいんですけど、キリンがもう半分を超えてる状態で、これマリー麻痺も引いてるんですよね。こういった結構下ってる状態なんですけど、まあこれでも全然安定して HP 半分以上今まだ保ってるって感じですね。で、マリー麻痺っちゃってて、他にも一応麻痺がこのパーティーの場合2、3回までだったら引いても大丈夫だったかなと思います。で、このままずっと放置になるので話すことがなくなってくるんですけど、まあ9ターン目ですね。で、ここも削りに入ってもらって、もう殴りですね。なので、まあ
そうですね、育成もっと上がってる方、マリオ80にしてる方はもう間違いなくほぼ 100% で勝てるかなと思います。僕もまだ75しかできてないんでそこが試せてないんですけど、80にすると SP 増量がつくので、でここで毒がまた入ってるって感じですね。でこれが2回目の毒って耐性が 50% 上がるんで厳しいじゃんと思うと思うんですけど、マリーの毒のパーセンテージが高すぎて2回目も問題なく通してくれるんで割といけるっていうのと、しっかりレベリングしておいてもらえば毒1回でも倒せることも全然あるので、まあ、かなり安定はするかなと思います。でここでまた削りですね。で今12ターン目、またマリーが今回2回目の麻痺を引いてるんですけど、これでも全然勝てるって感じですね。で13ターン目、で今回は麻痺を2回引いてるパターンですね。しかもアタッカーに引いてるって感じ、まあ、ヒーラーに引くのも結構きついんですけど、まあ、毒2回とかでも全然こんな感じで一体も倒れることなくクリアができるよって感じですね。でパルフェで回復してあげて14ターン目、まあ、麻痺引いてるんで攻撃はちょっとずれてるんですけど、こんな感じでやってもらうと、まあ、大体体感16-17ターンぐらいで平均終わってるのかなと思います。で15ターン目ですね。で一応25ターンまで耐久はできるので、その間までに削れる火力があれば問題はないので、こんな感じでダウンせずにみんな、まあ、安全に、まあ、クリアができてるっていう感じですね。はい、これがまず妥協パになります。で続きまして理想パですね。でこれに関しても、まあ、理想とは言ってるんですけど、僕の育成がちょっと甘くて信頼度がマリーが8でファルサルが6の状態の動画を今からお見せするんですけど、まあ、これもかなり安定はしてるの、てかこっちはもうほぼ負けないので、僕は今のところ1回も負けてないので、これのいい点としては毒を2回入れちゃうと毒の耐性が 50% ついちゃうんでちょっと入りづらくなるんですけど、最初にメテオナックルボムで 80% の爆破を狙います。でそれが入らなくても毒2回の抽選が受けれるって感じになって、メトロナックルボムで 80% の爆破入れば、次また 20% の4回の毒1回入って、その計2回だけでも倒すことができるっていう、かなり安定して回れるパーティーになるので、まあ、これもかなり強いかなと、てかこっちがかなり強いかなと思います。じゃあこれもお見せしていきます。はい、でこれが理想パになるんですけど、 SP プラスがマリーが10ですね。左側見ていただきたいんですけど10で押さえてます。これが重要になりまして、マリーの動きに注目してほしいんですけど、速さをキリンより遅くしてるっていうのと SP プラス10で押さえてるので、2ターン目ですね、ここでちょうど70マリーが溜まります。でダブルラバエッジ打って、まあ、攻撃を2発もらって、ここで爆破やられを入れるんですよね。でこれが 80% なんでほぼ入ります。まあ、入らなくても毒2回がどうせあるんで、入らなかった場合は妥協枠と同じ立ち回りになるって感じですね。まあオートなんで放っておくだけなんですけど、なのでまあここで、まあ、より安定性が増してるって思ってもらうといいんですけど、で4ターン目、ここでマリーの SP がまだ60しか溜まってない状態で爆破カウントが1になりますので、爆破する前に毒を入れちゃうという心配もこの SP 調整の場合はないですね。でマリーの方が遅いので爆破した後に毒が始まるって感じになるんですけど、ここでカウントが0になって爆発します。で初めてここから毒がスタートするっていう感じになりますので、まあ、しっかり被ることなくやれるっていう感じですね。で火災ブラキのいいところが、この 80% の爆破やられが1回打ったら消えるんですよ。打てなくなってくれるので、2回目からはもう自動で毒しか打たなくなるっていう調整がオートでもできるっていうのもかなり魅力かなと思います。あとはこれを放置しておくだけで、まあ理想は爆破が入って毒が2回入っちゃえばめちゃめちゃ早く終わるんですけど、まあそんなうまいことないんで今回毒が1回ですね。で8ターン目、でこれも殴ってもらって、まあ、あとオートで放出するだけなんですけど、なんでまあかなり安定して、僕も今チケット消化これで今こなし始めてるんですけど、10回やって1回、まあ試しで妥協枠とかやった時に1回負けたぐらいで本当に負けないので、まあ、かなり安定はしてるかなと思います。で他にも試してもらったバサラさんはまだ今のところ1回も負けてないって言ってて、レナスさんも負けないですねっていう風に言ってたので、まあ、本当に安定してるオートパーができたのかなって感じですね。ただまあ1個残念なのが、ダライアスを使ってないのでボーナスが1体分しか入らないのはちょっともったいないんですけど、まあ、単純に後半からアイテム交換所ですね、交換し終わっちゃえば別にそこのボーナスもいらない分にはなってくるので、まあ、全然いいかなと思います。で12ターン目ですね。で今回は毒と爆破が1回ずつ入ってるので、毒が2回目かからなくてもこれで勝ててるっていう感じですね。でファルサルの回復量がめちゃめちゃえぐいので、これ信頼度マックスにしたら相当強いかなと思います。
なのでもしできる方はマリーの信頼度とファルサル、もしくはパルフェ使ってる方はパルフェの信頼度マックスにしてあげるとより安定して回せるかなと思うので、できる方はぜひ上げてやってもらえると勝率さらに上がるかなと思います。で毒がこれが2回、やっと1回目の毒かな、2回目かな、これ2回目入ったのかな、ちょっと覚えてないですけど、こんな感じでやってもらって16ターン目ですね。で HP 見てほしいんですけど、半分以上全員残ってるんですよ。でこの状態で、まあ今半分切ったんですけど倒してるっていう感じになるので、まあかなり安定して回せてるかなっていう感じですね。これがまあ理想パの超級のオート周回になります。はい、っていう感じで、今回はキリンの超級オート周回パー紹介させていただきました。ご視聴ありがとうございました。これからもモンスターハンターライダーズの動画ガンガン上げていきたいなと思っていますので、一緒にモンスターハンターライダーズ楽しみましょう、盛り上げていきましょうって方は、チャンネル登録、高評価ぜひぜひお願いします。と、モンハンライダーズのフレンドのフォローですね、もうお待ちしてますので、そちらもぜひぜひお願いします。バイバイ。